花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日もね、楽しくやってまいりましょう。ちょっと大雨になってしまいましたけどもですね、ちょっともう雨はいいかなという感じがしますが、松下俊美でございます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ、はい。ここ武蔵小杉タワープレスもですね、ちょっと雨がひどいですよね。まあこれ以上のね、はい、災害がありませんようにですね、お祈り申し上げますが、はい、桜田武史です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうもどうもよろしくお願いいたします。雨にも負けずね、今日も楽しく金玉ということで、やっていきたいと思いますが、その写真を松下さんこう結構ねいろいろ撮ってくれてて今いいです、うん、そうですよ、まあいろいろ写真撮ったりもしなきゃいけないっていうね。忙しいんですね。忙しいですか、金玉。大変忙しいです。ということでね、はい、雨ですが、雨にも負けず、何行きましょう。雨にも負けず、いきなり行っちゃうんですか。いきなりやりましょうよ。じゃあいきなり雨と、うん、飛ばしますか。あ、雨飛ばしますか。いきなり、ワン、ツー、スリー、フォー。ということで、私の青空、ご紹介いたしましたけどもですね、ファックス今日は来ておりますでしょうか。来てます。先週のねいただいています。ちょっと読み忘れたファックスもありますけども、あそうそう、うん、あのミキさんのね、博多のミキさんね、ちょっと、うん、先週ね、まあ、少しかいつまでご紹介しましょう。かいつまみます、ちょっと待ってくださいよ。はい、博多のミキさん、先週ちょっと読み忘れた、先週の読みます、うん、ゲストの小川陽一郎さんの気合の入った、小川陽一郎さん先々週、先々週ね、うん、ちょっと前かな、はい、でなんか髪型が変わったんですかとかいろいろなんかそういうの、ね、あ、小川陽一郎君のね、はいはいはい、あとポンタさんと、うんうん、西の魔女、
本田忍さんとのライブですみたいなのをいただいてたんですけど、あ、そうそう、ね、中村さんもライブで九州に行かれたみたいで、テックス中村さんね、はい、今ジャパンツアー中ですね。そうそう、それで行きますみたいな、あ、黒崎のストロベリーサワーでやったんでね、ね、それも行ってきますみたいなメールをいただいたんですけど、うん、ちょっと読めなくて、はいはいはい、今日はちゃんと読みます。はい、ミキさんね、どちらから行きますか。ミキさんですね。ミキ、あ、ミキ今のね、はいはい、いきますよ、はい、皆さんこんにちは、うん、こっちは雨やんで日差しがありますが、あ、そうなんだね、日本広いね、やっぱり豪雨ですよね今 ね、うん、そちらは大変みたいですね、はいはいはい、被害に遭われた地域の方々にはさらなる追い打ちがありそうで本当に心配しています、うんうんうん、さて先週の茶木みやこさんは、はい、さすがの雰囲気が素敵でしたね、うん、歌声も綺麗で、うん、変に繕うことのない感じが本当に心を動かされました、うん、で今週は一月ぶりの金玉です。一月ぶりなんですか。あ、そうですね、1ヶ月ぐらい、ね、うん、良い意味で緊張感のないリラックスした空気を楽しみますね、うん緊張感、うん、こっちはしてるんですけどね、緊張感ね、うん、加納さんフラットカンティーナ赤坂ね、フラットカンティーナでのライブ、はい、お楽しみ様でした。はい、ありがとうございます。セリカさんとのジョイントはいかがでしたでしょうか。あの、ね、素晴らしい、あの セリカアフキーノっていうね、あのバンドがね、このバンドはもうデビューし、あの確か小室哲哉さんのプロデュースでデビューしたの。それ、え、このバンドですか。そうです。それで、まあ、矢沢永吉さんとかのおそらくあの、あ、その前のバンドかな、ドッグじゃないですか、うん、矢沢永吉さんとか の、 あのオープニングアクトとかもやってたのかな。それであの、まあ、何十年ぶりかにねまたその再会をしたバンドでね、うん、あのとてもなんていうかな、あのバンドの塊が、ね、かっこいいロックバンドって感じ。そうそう、ロックバンドでかっこいい感じでした ね、うん、ね、あの、うん、バシッとコーラスも全員決めて、そうそう、全員歌うのよね。よで、なんかサージェント・ペッパーみたいなビートルズのさ、うん、雰囲気がのコーラスなのよ。もう素敵でした。なんかね、素敵だったです ね。それで、まあ、たまたま僕の知り合いだったりとか、うん、あ、そう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 、あのいろんなね、知り合いの友達だったりとかっていうね、ギターの方ですね。そうそうそう、いろいろあの、うん、ね、まあ、新しい出会いがありましたね。はい、はい、さぞ気合のぶつかり合いがすごかったでしょうね。はいはい、あの、セリカ君にね、兄貴って言われるのもね。いや、最近あのね、兄貴って呼ばれるようになってね、僕も嬉しい限りでありますが、はい、だんだん下の人たちがいなくなったってことになるかな、じゃあ。そういうことかな。うん、ま、そして、はいはい、桜田さんはハイダウェイのライブお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。ありがとうございます。ジャズっぽい感じだったんですね。ほうほうほう。ということは、あのマイルス師匠の夢が出た時の曲はこれに関係してたのかなと思いました。うん、うん、何マイルス・デイブスのほら、なんか 夢に出てきたでしょ、この前。あ、マイルス・デイブスね、うん、個人的にはマイルスの曲でギタリストがかっこいいのは So What って曲が印象深いです。 So What ね、はいはいはい、So What、うん、So What、そう、うん、実はあの念願だったガンちゃん出演の会が終わってから、なぜか車のエンジンをかけると他の曲を聴いていた後にもかかわらず、あの時の放送を録音した音源がかかるという不思議なことが続いています。やっぱり彼女は魔女なのかもしれません。魔女ですね。皆さんには彼女の怨念じゃなかった祈りが何か影響してなければ良いのですが、うん、とさえ思ってしまいました。ほうほう、リクエスト、カナオさんファニーエンジェル、としみさんチャルメラそば屋だけど、いつでもいつも通り何でも OK です。はい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 、そして日曜日にガンちゃんとペペポンタさんも参加したライブに行ってきました、うんうん、先ほど言ったあれですね、ライブですね、さすがに睡眠十分だったんで放送の時以上に迫力がありましたね。あのガンコンドさんね、この前は一睡もせずにね、そうそう、あのね、寝ないで車運転して来てくれたの、すごいパワーですよね。どっからだっけ、岩手からですね。岩手だっけ、ね、はい、もうね、感動したよ ね、 ね。そしてあさっては放送にも出演された石井寛二さんに初めてお会いする予定なんで、うん、それも楽しみです。ミキさんありがとうございます。どうもありがとうございますね、ミキさんね。結構もう九州にね、いろんな方がラジオの知ってる人がいて、ミキさんも忙しいですね。そうねありがとうございます。ありがとうございます。いろいろサポートしていただいてる、ね、チャルメラそば屋行く？いや、なんかちょっとね、チャルメラちょっとね、ちょっと、あ、そうかそうか、ちょっとあの事情がありまして、諸事情が先に、あのそうそう、加納さん続けていきます
まあいいですよ。なんか歌いましょうか。それか。ちょっとあんまり歌ってない曲やろうか。さっきのね。あ、明るい曲の方がいいとか言ってたんだよね。そう明るい曲。今日はできるだけ明るい曲したいんだけども、なかなかね、先週リクエスト来てたあのリバーサイドかなんか歌いましょうかね。今日はリバーサイド来てなかった。やめるって言わなかった。リバーサイドなんで？筑豊ブルースのことじゃない？あ、そう、筑豊ブルース、はい。ね、聖子さん、筑豊ちぐはぐですいませんって感じ。いや、リバーサイドやる。はい、はい、どうぞ。思い出が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす雪か優しい「あの人は今はない」「人の心が好きさ」「独自の山に見る」「ああ、リバーサイド」音楽の流れに沈む
はい、金尾芳郎リバーサイドマイホームタウンをお届けしました。途中で鳴り物かなんか言ったりなんかするところがまた名前忙しいね。これやったり撮ったり歌ったり。いや写真あんまり撮らなくていいと思うんだけど、僕はそんなに撮らなくていいよ。じゃあ1枚ずつにしようか。そうそうぐらい、あの、ね、いやだからまあこれあれなんですよね。まあキキさんがねこうやってね撮ってくれてるあの動画ダイレクト映像もね配信しておりますけどもですね、この後にラジオ音源で写真入りでねオンエア音源というのをね毎週松下さんが編集してくれてますけども、その中の写真がねやっぱり必要になってくるのね、きっと。まあ何も入れなきゃねそのままの方が早いですけど、まあ、何も入れないっていうわけにもいかないだろうしね。だからちょっと大変っちゃ大変だよね、まあ、音源だけね流してね。まあでもラジオ、ちょっと画面見てる人いないと思うんだけど。いやでも結構そのラジオ音源っていうのはやっぱ綺麗にね大沢さんもね最近最近じゃなくてね、ずっとね撮っていただいてますけどもですね、まあこうやってるけども結構バランスとかを いろいろ考えたりするのがいつもね反省もあるのよね。そうですね、ちょっとギターの弾き方が大きすぎたりとか、僕がなんか声がね、割れ気味になってたりとかね、そういうのも結構、まあ、毎回ね、いろいろね勉強になりますけども、あと、まあ、ゲストの方いらした時にはね、まあ、ゲストの方 その音を中心に考えたり、何も考えてないような感じのねミキ君とか思ってるかもしれないけど結構こういうのも考えてるんだよね。いやいやいや、俺やっぱね気遣いますよね。そうそうそう、いい音でね、お届けしたいっていうのもあるし、まあでもコード間違えたり歌詞間違えたりね、しょっちゅうありますけどもですね、まあこういうね生放送やらせていただいても10月で12年目ですよ。素晴らしい。素晴らしいですね。ね、12歳まで。いやでもね、あれなんですね、こう、いろんな方たちのお世話になってね、こうやってやらせていただいたんですけども、もう気がついたらそんな12年も経ってました、ね、生まれた子供が小学校6年生そうね、そうなりますよ ね、 そうね。だから要するに東日本大震災の時もね、まあ、こうやって歌ってたのね。だからいろんな励ましもしながら、まあ、どこまで伝わってるかわからないですけども、やっぱりそういうことはありましたね。だからここに来るまでも今日なんかも土砂降りだったりしたんですけども、まあ雨の日も風の日もね、雪の日も、まあ生放送はねやって続けなきゃいけないっていう、誰か代わりにやってねくれるわけでもないし。でも金尾さん12年目で一度も欠席がないんですね。ないよ、素晴らしいよね。だから、まあ、生放送とか休めないっていうのは、あ、まあ、もちろんそうなんだけど、そうなんだよね、まあ、電車とかねそれにもすり抜けて、まあ、ちょっと遅れたりもしたこともありますけど、でもまあ大体ね、なんとか来れましたけど、まあ、体調悪い時もありますよね。なんかだから僕この季節になると体調壊しちゃうのよ、自分のこう生まれた年季節っていうのが、月っていうのが11月とかはね、ちょっと体調壊すね毎年。あ、でも僕も今月誕生月でしたけど、ちょっと体調が本当悪いかもしれない。いそういう時、あ、私もそう、 なんかそんな気がしない。たまたま季節の変わり目だからね、暑い時から急に涼しくなったりとか、そうかもしれない。なんか自分のね誕生月さ、それでやっと年をこう取ったって感じなのかもしれない、リセットするっていうか、ね、ああそれあるかもね。そうそう、膝が痛かった、そういえば膝が痛かった痛かったあっちこっち痛いとか言い出したらもうあれだよ ね、 ね、だんだん痛いとは言ってはいけない、いやでもねそれはね出るから。最近ね、腰に来たりとかもするのよ、だから腰とか膝とかってみんな気にするけど足首なんだね。足首が硬くなっちゃうとだんだん膝とか腰に来るのよ。
だから足首を柔らかくいつもその回したりとかするとすごくいいんだよね。足首って気にしたことないの？気にしたことないでしょ。ないね、ほとんどの人固まるみたいよ。そうなんだ。だから足首をその回したりよくやってんだけど、だからやっぱりそういうのあるし、その肩甲骨をよく動かすとか、ね、それは聞きますね。あ、それはね。そうでしょ。結構良くなる。そういうもうにあだんだん硬くなるじゃない。うん、頭も硬くなり。頭もね。頭は生まれつき硬い。硬いよね。まあでもみんな健康でこうやってね歌ってこれるっていうのは素晴らしいと思いますが、松下さんちょっと今日一曲歌いましょうよ。なんか一曲ね、なんかある、今度ね、宣伝になりますが、どうぞ宣伝してください。消極的な私ですけど、消極的な11月9日にライブを、11月9日、はい、もうすぐですね。南林間のハイダウェイっていうところでお世話になります。久しぶりに歌わせていただきますんで、その時のね、これ丸山恵子さんの歌でね、ちょっとブルースっぽい、ぽいというか、ライカブルースっていう曲があるんですけど、これをちょっと歌わせていただくんですね、その時もね。でちょっとそれを今ね、まだ桜田さんがいろいろやっていただいて、ちょっと歌ってみちゃいますかね。南林間ハイダウェイっていうのは、それはあれですか、誰かと一緒にやるってことですか？はいはい、藤子ちゃんっていうボーカリストと一緒に、高知屋ライブって言って、高知出身のミュージシャンが3人揃って、藤子っていうのが芸名らしいんです。藤子ちゃんと、松下俊美、ドラムが小野秀夫さん、小野さんも高知なんですけど、そうなんだ、はい、でベースが栃原裕二、とっちん、それから青木さん、まあギタリストの青木さんって方と、それから桜田武史さん、豪華メンバーじゃないですか。ねえ、どうすんのそのね、贅沢な、豪華メンバーで大丈夫ですかね。じゃあその歌を、その時にね、ちょっと歌わせていただいて、ちょっとやってみていいですかね。ライカブルース、はい、丸山恵子さんの、そうなんですよ、歌なんだ、はいはいはい、じゃあやってみましょうか、ライカブルース。
らはパラダイス人よの安らぎね路地裏はパラダイス優しさも愛しさも道連れに夜明け前松下俊美が歌いました。ごめんなさい歌詞を間違えましたね。ライカブルースすいません恵子さん、恵子丸山恵子さんこういう歌があるんだね。これ16歳とか もっすごい若い時そんな若い頃で書いたの曲なんだ確か、丸山恵子さんっていうのはどうぞこのままでね、どうぞこのままで、ね、楽曲をね聴いたらものすごい量人にこう提供してる曲っていうのがたくさんあって、素晴らしいよね。これは10代だってお聞きしました。確かマセタ10代だからいや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 、まあ丸山恵子さんもだってどうぞこのままが二十歳のぐらいの頃ですね。うん、でもあのなんか丸山恵子さんの曲ってさ、なんていうかな、こうフランスっぽい感じのね、あのイメージですよね。どうぞこのままもそうだけども、うん、なんとなくこうあのシャンソンじゃないんだけども、うん、フランス映画のなんか出てきそうなね、あの雰囲気、私多分あれでボサノバっぽいのは初めて聞いた ね、うん、お茶の間にって感じじゃないですか、うんうん、あでもそうですよ ね、ボサノバそれまではなかったような気がしますよ、ね、ああいうノリは。そう、それまではそうだね、ボサノバの歌謡曲ってあんまりなかったかもしれないね、すごい、ちょっとしっかり覚えなきゃそうだよ、気持ちが、ね、歌詞を間違えるの最低ですね。いやでもね、すいません、そういうのは ありますよ、よくね、あります。可能性はないでしょう。僕の歌なんかあれですよ、須賀川とかでね、今度11月にも行くんですけども、はいはい、11月の10日かな、10日のプカプカでやらせてもらうんですけども、うん、まあこういう時期でね、まあいろんなその災害とかにいろいろなことがあったので、ちょっとご遠慮しようかなとか思ってお電話したんですけども、うん、やっぱこういう時だからこそね、歌いに来てほしいなんていうことをね、言われるとね、すごくね嬉しいよね。それで僕の歌なんかみんな覚えてらっしゃるんで歌詞を間違えるとね大変ですね。加納さん歌詞変えたんですかとか言われて、いやこれがね間違えられないのよ。だからで歌詞見ながら俺やんないから普段。だってほら前回行った時にさ、その前に加納さんの歌を歌って自分が行くから、オープニングアクトの方々がね、交代で僕の歌の特集みたいなのを、音楽魂の時ね、魂の時ね、そう、魂の時ね、あの時一緒だったよね。だからそれはもとなんかこうアレンジも変えてね、すごいいいのよ。いやいい、いいよかったですよね。俺が歌うなんか全然いいんだもん。いやいやいや、そんなことはないけども、その後に歌うのってどんな気持ちだったんですか、あの時 ね。いやいや、それは同じ曲にしてもね、またほら本人が歌うのとまた違うわけじゃないですか。だからみんなほら、なんていうの、いい感じにアレンジ変えてあって、オリジナリティがちゃんと出てるから、ね、そうだよね。意外と違和感ないかもしれないですね。曲は同じなんだけど、全然違うカラーだから、ね、そうだよね、出てっても
だからやっぱり被らないっていうか、そういう形でね、やっぱりそのまあ今6年ぐらいお付き合いさせていただいてるんですけども、やっぱり地元の方々と一緒にそのステージに立つっていうことはね、すごくね、楽しみにしてらっしゃる方もいらっしゃるんで、できるだけ僕はそういう形でね、伺おうかなとかいろいろ思ってるんですけどもですね、また詳しいねご連絡はFacebook なり、やりますので、11月の10日がぷかぷかで11日が、郡山でやると思うんですね、はい、その、詳しいご連絡はまたさせていただきますという、はい、お便りご紹介しましょう。行きましょうか。こんにちは。結構どうした、大丈夫ですか。大阪の聖子です。あ、はいはいはい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は久しぶりの金玉でですね、加納さん、としみさん、桜田さん、キキさん、こんにちはです。こんにちは、こんにちは。いつも編集から動画からと感謝しかございません。今日はお三人でじっくり楽しまれてくださいね、はい。先日は赤坂のフラットンカンティーナにて加納よしろうバンドさんとセリカオフキーノスとのライブに参加できまして、たくさんの方との語らいに親交を深めて、今は俺が私がではなく、みんなが活気つけてともどもに明るい方向にと、まさに兄貴と慕われる番組中です、余談ですが、私の娘が懐の大きな方やねと褒めちぎっていました。 ありがとうございます。見る目はあります。楽しすぎて離れたくない時間でした、はいはい。リクエストなんですが、筑豊ブルース、おうおうおう、最初のフレーズが朝のない夜はない、はい、叶わない夢はない、うん、これに元気もらってますね。ありがとうございます。叶うならリクエストよろしくお願いします。はい、チコブルースですね。はい、聖子さんありがとうございます。聖子さんありがとうございます。本当に ね、ライブってね、普通僕はそんな本数ないんですけども、たまたまこう出会いがあって、その一緒にやるとするじゃないですか。そしたらもう演者だけが、その友達になるとかっていうんじゃなくて、そのライブ会場全体がね、いろんな人を紹介できる、小山先生も見に来ていただいてて、でいろんな方たちとの出会いの場っていうふうに考えていて、そのなんていうかな、そうするとなんかみんながそこでまた出会うっていうね、だからそういう場になればなっていうね感じで、紹介するのよ。一人っきりでいらした方もいらっしゃるわけじゃん、はいはい、そういう方を他の人に紹介するわけや。そうするとまたこう広がるじゃない、そういう出会いの場にしたいのよね、ライブって。そう、僕はそういうふうに思ってる、だから自分好きで音楽やって、自分たちだけとか演者だけが楽しむっていうことじゃなくてね、来たお客さんもね、一人でいらしてもまたほらそこで話に花が咲くみたいなのあるじゃないですか。そういう風にライブになったらね、いいなとか思ってね、この間本当にね、楽しいライブでしたね。荒木さんありがとうございます。じゃあリクエストのお答えして、筑豊ブルースを着て、筑豊兄貴って本当にね、小山先生からも兄貴かっこいいとか言われちゃったもうなんか兄貴兄貴ね、頑張んなきゃね、腰が痛いなんか言ったらなんだよね。そうですね、行きましょうか、筑豊ブルース、はい、夜はない叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。
はい、金尾芳郎筑豊ブルース、いたしました。いたしましたってことね。オープンいたしました。もうなんか俺、本当にやかましいな。もうちょっとさ、なんか最近ささやく感じで歌いたいんだけど、なかなかできないんでね。ずっとそれが念願ですか。そう、念願ですね。あの、なんかね、いや、そういう曲もあったんだよね。夢から覚めたらっていうね、これ一番最初に俺作ったオリジナルなんだけども、あ、その前にまあ何曲か昭和で歌、昭和っていうライブハウスで歌ってた時あったんだけどね、夢から覚めたらとかもいいかもね、たまにはね。あの、桜田さんコード知らないでしょ。多分知らない。知らないよ、ね、多分知らない。あのね、どんな感じの曲かというとね、こう結構あのあれだよ、あのちょっとこう、例えばこう、残った誰かの移り香が、遅い帰りを一人待ってた、お前の瞳を濡らすなんて、泣き疲れたら膝枕、素敵な夢でも見てておくれ、願えり打ったお前の顔はちっとも悲しく見えないけれど、こんな感じの曲なの。いいじゃないですか。よかろう、やりましょう、よかろうもんやろ。いいじゃないですか、うん、こういうのもいいよね。ささやけるじゃないですか。そうですよ。できるくさませんだけど、その後は100倍ぐらい叫びそうだけどね。うん、でこの後は100倍ぐらい、いやでもたまにはね、サビに行ったら爆発するとかじゃないですか。いやいやないのよこれ。これだからこう、いや爆発、サビあるよ一応。夢から覚めたらもう一度熱いコーヒー飲もうじゃないか、小さくまとめたお前の荷物が重く心に残るけれど、うん、いい感じ。いいんじゃないですか。あ、抜いた時の声の方がハスキーですね。うん、加納さん、そうですね。そうそう、あの、いろんな声をね、あの一応持ってます。持ってます。あまり出さない七色の声。そうそう、だからね、いろいろバンドでやってたら、まあ、ガンガンする曲ばっかり最近やってるんで、それ以上にいかなきゃいけないと思うから、うん、ちょっと高めにチューニングしたりするんですけど、うん、まあ、自分の声の幅っていうのが割とできてきたので、うん、ちょっと低めの曲に、あ、落として歌うのもいいかもね。今のちょっと、あの、若い頃よりも落としてるんですよ。一音ぐらい、うん。若い頃はもうちょっとね、高めに歌ってましたけど。いいじゃないですか、これ。いいと思います。なんかすごいいい雰囲気で。ね。僕はなんかこの感じは好きですね。こっちの方がいい、こっちの方がいいっていう。今が悪いっていうことじゃないじゃん。違う。あるやろ。こっちもいいですねっていう。ありがとう。今ね、アトランタからね。筑豊ブルースから聞いてますとか言って、アトランタからもね、あの、聞いていらっしゃる、あの、いらっしゃる方がね、楽しみにね、やっぱ知り合いがこうね、お知り合いがやってるっていうのは楽しいんでしょうね、うん、きっとね、うん、やっぱりね、あの、来たこともあるっていう、ね、いやでもね、ラジオ始めた頃って、うん、あの、そのどこまで聞いていただけてるかっていうのは分からなくて、あ、そうですよね、すごい不安だったのよ。今タイムリーに聞いてるってこと。今はね、必ず、うん、あの、海外とかでもね、チャンネル合わせていただけるので、海外はほら、あの、インターネットのアプリで、あ、それで切れるラジオ、レッスン、リスンラジオ、リスラジね、ラジコとかそういうやつ、いいじゃないですか。で、その携帯でもね、あの、発信できるし、あの、サイマルが始まってね、いろいろね、広がっていきましたけどもですね、夜中じゃない、向こう実際が、なんだっけ、ね、13時間だっけ、うん、アトランタ、何時頃になるんですか ね、 ね、アトランタも聞いていらっしゃね、で、そうかそうか、なんかリクエスト、お便りありますか。お便りはね、今読みましたね。あ、終わり、はい、あ、そうですか、チャーリーさん来てるのね、今日はね。何、いやいや、あ、チャーリーさんがね、あ、
シャーリーさん大丈夫いつもの、はい、大丈夫でしょうかって、うん、心配になる、あのいつもね、ねいつもいただいてると心配になるね。そうですね、うん、これ昔の歌歌おうかな、今日1曲、ラストナイブルース、ちょっとこれちょっとあの私この歌好きです、別れの歌なんですけども、はい、まあめめしい男がいまして、まあ大体俺もめめしいからね、そういう、まあ、男は大体めめしい、まあ、めめしいもんですよね。ですです、いきますか、はい、金尾芳郎ラストタイムブルースをお届けいたしました。いい感じですよね。いいですね。今メール来ました。はい、メール来ました。はいはい、はい、アトランタはただいま11時47分です。お、アトランタ11時47分。夜ですね。夜のね。これはね、あの生放送やってる感じしますよね。アトランタですよ。昔では考えられないかもしれない、ね、それは、ね、そう、錦糸町じゃないんだから。北千住、錦糸町のアトランタっていう店にいたら笑っちゃいますね。錦糸町のバーアトランタだったり、キャバレーアトランタみたいな。そんなバカな。ね、ね、こうやってね、やっぱ皆様のね、こうやって桜、いろんなね方たちがご協力いただいてね、この番組成り立ってるわけでございますが、なんか硬いね。硬いですね。何ご挨拶が。シャーシー。そういう方がいいと思いますよ。シャーシー。なんか。これ筑後弁でね、うるさいってことですね。シャーシー。車のシャーシーじゃないの。え？あ車のシャーシー。まあそういうねこともありますが、それでなんか最初の頃はね、やっぱり僕一人だったりとか、アシスタントに入ってもらって
たりね、女性の方に入ってもらったりとか、いろんなあのサポートするミュージシャンたち、うん、あの梅ちゃんとか藤木とかね、あのまあ、まこさんがね、はい、今回までいろいろいろんな方たち、あの今はだから桜田君もね協力してもらって、いろんな花粉の方もいらしたしね、はい、これを今思うとね、いろんな人たちのね、あのおかげでね、こうやってやってくれたんですね。あの菊さんもずっと立ってね、あの座って撮ってもいいよみたいな感じで本当にね、あの動画撮っていただいたりしてますけどもですね、うん、あのいろんな方のねお世話になって、こうやってもう10年12年目になりましたけどもですね、何かやりますか12年のえイベントかなんかね。いや普通です、まあなんかやりたいよね、 やりますかね、餃子パーティーかなんかしますか。いやちょっとなんかちっちゃいね、小さいよね、ちっちゃいな、俺も小さい人間、ちっちゃいな、すいません、ね、いやいや餃子なんで餃子なんですか。まあ松下さんチャルメラちょっとやってみるよ。いやいや、歌詞がないか、ちょっとあの出前がまだ届いてないんですよね、歌詞今日ね、あの歌詞もね、うん、ちょっとあの車の中にね、うん、まっちゃんのを忘れて今日来るって覚えてるだけでいいじゃん。いやいやいや、そういうわけにはいきません。さっき間違えたばっかりしたし。いや、いいですよ、なんか歌いましょうよ。いやいやいや、ちょっとそういうの困りますかなおさんじゃないので。いや僕はでもね、なんかその失敗したりすることはあんまりなんか恐れなくなったんで、これ生放送でこれあの失敗するっていうのは もうものすごい、なんていうかな、恥ずかしいじゃん放送で。そうですね、恥ずかしいっていうか失敗するとかね、ダメでしょ。じゃあダメでしょって言われるけど、俺はいいと思うんだよね。あ、そんなにねやってたら人間さね、まあ、ミスすることだってあるわけじゃん。そうですね、まあ、失敗してなんかこうだん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 こう自信がついてくるというかね、うん、そういうのもありますよね、ということで、まあこれちっちゃな字どうしたの。いや歌詞を今出したんだけど、ちっちゃな字ってことは歌う気があるってことですね。やってみます。これじゃ読めないな。これミキさんだっけ、チャルメラそばや。はいはい、行きますか。皆さんおそばはいかが、おなじみチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラそば屋でござる。お参拝一ご機嫌、ほら危ない千鳥足、これね、これ美空ひばりさんのもう若かりし頃の歌ですよ ね、 ね、 10?
そうですよね、チャルメラそば屋子供の時ですね、ということでしたけども、ね、あ、ジャズ歌って15歳ぐらいですかね、15歳ぐらいの時の、ね、歌ですけども、うん、チャルメラそば屋ね、ということで、最後にリクエストどこまで、あ、途中だなこれ、パニーネル行こうかリクエストで、わあ、どんなんだっけ、ということでショートバージョンファニーエンジェルでショートになりましたね、こうまとめるところはいいでしょ、ということで加納芳乃の音楽魂、いかがでしたでしょうか、お相手ははい桜田武史と、はい、松下俊美、はい、ということ で, でし、楽しくやってまいりましたが、来週も金玉かも、本当ですか、うん、10月1日になりましょうか、あ、11月1日、11月8日リエリー金平さんですね、 お楽しみいただきたいと思います、続々とね、あ、これ何かですね、はい、はい、菊田俊介、菊田俊介、ちょっと CD リリースはこれはタミーさんの CD なんですけど、ブルースプロジェクト、はい、あのブルースプロジェクト、はい、ね、都内と、あと近郊はね30日、うん、南林間ハイダウェイ行きます、はい、南林間ハイダウェイ、ブルースプロ、菊田俊介率いるとこの、はい、ブルースプロジェクト、はい、よろしくお願いします、楽しい、時間を過ごさせていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、 See you next time、 今はない心が好きさ、不口の山に見る A widow inside my hometown、 季節は